で脆弱な機能としては外交志向、うん、脆弱な機能というのは4番目、うん、最大の短所で強い苦手意識がある、うん、新しい場面に弱い上、うん、社会的なニュアンスにも疎いですと。また全く自信がなくて、うん、使用するだけでストレスを感じる機能だ、うん、とあります、はい、脆弱な機能、うん、外交志向、うん、脆弱な TE は、うん、自分の信条や主張や行動を外部の情報に基礎づけることへの懐疑や嫌悪感として現れます、うん、例えば SEI はたくさん本を読んできた、うん、と説明する人の専門性よりもむしろ、うん、たとえごくわずかでも実地経験があるように見える人の専門性の人の方を信用するでしょうと、うん、わかりますそうですよね、うん、で逆に IEI は、うん、自分の意見や見方を自身の個人的な洞察に基礎づけるでしょうし、うん、洞察に反する受け入れのセカンドハンド、うん、事実的な情報に対してはやはり懐疑的になるでしょうと、うん、読んだことを何でも飲みにするなよ、うん、がこの人たちに典型的な例証で、うん、例証っていうのはってやつですね、うんうん、この例証は特に百科事典や参考書のような、うん、さもなければ中立的で信頼に足るように思われる情報に対してさえ向けられますと、うん、他にもこの脆弱な TE は効率や生産性、うん、そしてなされた主張の事実的な正確性についての問題を処理したがらないという形でも現れますと、うん、主張はインプットによってなされていますが、そのインプットは他の機能から来るものであって、当面の問題にあまり適していないような外的事実を吟味することから来るものではないのですと、うん、脆弱な TE を持つこれらのタイプは外部の情報の中から適した情報を見極める能力に自信がありませんと、うん、分かる気はします。そうですね、うん、よく私はこの本の紹介をするんですけど、うんうん、僕はそれを、うん、そうなんだって、うん、そうなんですよ隊長、うん、ってやるんですよ、うん、新しいいい情報ですねって出すんですけど、うんうん、乗らない時は、うん、もう真っ向に否定っていうか、まあ、このそうですかねって本当にそうなのか、はい、疑いから入りますよ、はい、でそうなん本当にそうなんですかって聞かれると、うん、僕からすると、うん、そんなん知りませんよ、うん、書いてあるんですもん、うん、書いてあることが全てです。やったのかって話じゃないですか。それやってみたのかって。それやってないよ、本に書いてあったんだもんっていう、はい、なのであのこう頭だけで理解じゃなくて、はい、やって初めて理解するみたいなっていうのを、まあ、エニアグラムタイプ9の話時とかでよくしてた気はします。そうですね、はい、そうやって言うけど本当かっていうのが出てくるんですよね。だから気になったらやりますって感じです。本当にそうなるのか、はい、うん、ただこれをこのソシオニクスでは、うん、脆弱な機能だ、はいはい、脆弱な機能だっていうのは、うん、強い苦手意識がある、うん、だから本当に考えるだけで答えを出すって言われると、はい、そんなん出せないよってことじゃないですか。ああそれは、うん、ごめんなさいね、苦手意識なんですかこれは。僕が今疑問なのは、うん、その書かれたことを鵜呑みにするなよっていうのは、うんうん、っていうのと苦手意識っていうのが、うん、イコールにならないんですよ僕の中で。まあまあ言葉の定義の問題はあるとは思うんですけど、はい、要はその考えるだけでは行動できないみたいなところじゃないですか。考えるだけでは結論、例えばエニアグラムの話になってあれなんですけど、はい、5の人はもう頭で理解すればそれでもう十分みたいなところがあるじゃないですか、はい、本当にそれがどうであるか、うんうん、頭の中であこれはこうなってこうなってこうなるんだって理解すればもう達成したような気分になるみたいな。僕もね、うん、そんな感覚です、うん、本読むっていうのは、はいはい、でそれが本当にそうなのかっていうのが出てくる、はい、から頭の中で完結できないってところはやっぱりこうやってみないとしっくりこないみたいなところがあるんで。じゃあこの苦手意識っていうのは言葉の捉え方で、うん、まあ苦手意識というか、まあ、価値観みたいなところはあるとは思うんですけど、はい、頭の中で考えるだけで答えを出せって言われたら多分苦手ってなるんじゃないですか、ね、なるほど、うん、本当にそれでいいんだろうかってっていうところですかね、うん、だから本に書いてあるからって言って、はい、自信持ってそんなことは言えないみたいな。だって僕試してないもん。
ていうのを言われるんですよ。そう、そうなんですよ。はい、で、暗示される機能が NE、外交直感、はい、この暗示される機能というのは、うん、自信があるとかないとかの以前に、うん、その発想はなかったと思うほどに欠けていて、うんうんうん、意識することができませんと、うん、もっとないってことな感じですね。自己実現のために必要であって、この機能について話し合うことは極めて有用ですと、うん、でまたこの5番目は MBTI でいうところの劣等機能なんですよね。はいはいはい、はい、うん、なのでこれちょっと色分けがしてあるんですけど、はい、この5番目暗示された機能っていうのは、うんうん、一番薄いんですね、うんうんうん、なんでちょっとその発想がなかったと思うほどに欠けていて、うん、意識することがないっていう部分を MBTI では、劣等機能と言っていて、はいはい、このソシオニクスでは5番目のこの暗示される機能として出てきますと、うんうんうん、でこの SEI の暗示される機能は外交直感、いつも新しくて違いのあることを追い求め、うん、物質にとらわれない人々を大いに尊敬し憧れます、自分の可能性を信じてくれて自分にしかできない仕事を褒めてくれる人々をすぐに慕います、うん、自分の才能や独自の経験、うん、あるいは非凡さを大っぴらにすることはめったになく、うん、普通の人のように見えることを好むので他人からは関わりやすい人と思われます、うんうん、しかし親密になると自分の独特な個性を明らかにします、うん、個性は人に近づきがたさを与える、うん、ということを知っているので、うん、自分の才能や個性を表すことに敏感なのです、うんうん、で自分の個性が仲の良い人たちに認められ、うん、歓迎され促進されることを夢は見ておいるが、うん、念のため新しいグループや大きなグループの中では、うん、その個性才能っていうのを出さないようにしています、うん、この NE を暗示されるところ、うん、暗示される機能に持っている彼らは、うん、自分がどんな才能を持っているかを見分けることが難しく、うん、そのためキャリアに関して長期的な目標を立てようとしない人が多いです、うん、なんか今これを読みながらね、うん、なんか体調との出会いを思い馳せてました。はいはい、なんかこの動画を撮り始めるきっかけになったのも、うんうんうん、なんかまあ時間をかけてですね、はい、まあ、かけてというか時間がかかったというか、うんうん、体調となんかその僕がこの何でしたっけここってワーキング、はい、コワーキング、コワーキングに来だして喋、はい、りながら、うん、なんか二刀屋が何かを投げかける、うんうん、帰ってくる、うん、っていうのが、うん、あれなんかこの人この人なんか変だぞ普通に見えるけどそうで、まあ、僕も別にいろんな人と話をしてますけど、はいはい、動画にしましょうって思った、はいはい、これ金になると、うんうん、感じた。うん、でもそこに気づくのはやっぱ時間がかかったんですよ、うんうん、まあ僕がなるべく普通にしてるからってとこですかね、なんですかねっていうのは今読みながら、うん、はいはい、ちょっとなんか感じてます、うんうん、はい、で、6番目、うん、動員する機能が内向思考、はい、なので MBTI でいうところの、うん、第3機能なんですね。はい、MBTI ではなんか3番目に出てくるって言われているところが動員する機能、うんうん、信念と理解を明確に体系立てようとし、うん、新たな疑念を新たな概念を抱いたり、うん、新たな概念や思考体系が紹介される哲学的議論に参加したりすることを楽しみます、うん、この人たちは自分の行動に背後にある理論論理がはっきりとは自覚できていませんと、うん、だから哲学的論議の中である程度の理性的能力を身につけるべく外界の助けを求めるのです、うん、どちらかといえば目的達成の手段として自分の最大の目的へと至るための補助線として構造を必要としています、うんうん、これ今ね、うん、読みながら思ったんですけど、はい、MBTI ではこれを ISFJ だって言うじゃないですか、はいはい、これ言わない方がいいですね。あ、 MBTI をって、お、そう、うんうん、MBTI では ISFJ だけどっていうと、うんうん、あれなんか、うんうんうん、わかります、違い全然違うのに、うんうんうん、
っていうのが出てくるんで、だからこの MBTI ではこうですっていうのを考えない方がいいかなって、うんうん、ちょっとなんか、まあ、混乱しそうな、その例えば ISFJ の人が見たときに、はい、ISFJ のイメージが頭の中にあるわけじゃないですか、はいはい、そうするとなんか違うってなりそうな気はしますね、気はしますね、うん、はい、で7番目、うん、無視された機能、うん、あ、ちなみにこの6番目の動員される機能っていうのは、うん、自分の行動に強く影響を与えているが、うん、自分にはよくわからないためこれを主導する機能に持っている人から学ばなければなりませんと、うん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 、未発達ではありますが、うん、日常の簡単なことになら十分この機能を使いこなせるようになりますと、うん、なんでよくこの体調が、はいはい、論理的であったりするのも動員する機能にあるから、うんうんうん、学ぼうとしてるって感じですよね、はい、今の説明を見ると内向思考があるっていう、うんうん、はい、で、7番目、うん、無視された機能ですね、SE、 SE、 この無視された機能っていうのは、うん、ブレやすいことを除けば十分に発達していて、うん、普段は抑圧している、うんうんうん、望まないコミュニケーションの際にはこの主導する機能を守るために活発化することはあるが、うん、この反面無視された機能っていうのが、うん、悩みの種になるよと、うん、なるほど、うんうん、でこの SEI にとっての外交感覚、うん、無視された機能は、うん、直接リーダーシップを取ったり命令を出したりするよりは、うん、報酬を与えたり大切な人たちのニーズに応えようとすることで、うん、他者を先導します、うんうん、対立や衝突を避けますが、うん、避けられない時には一時的に凶暴で強固な態度を取ります、うん、困難を乗り越えたいとか、うん、競争に勝ちたいっていう考えはなく、うん、外から欲求されているように思われることをこなすよりは、うん、自分の内なる欲求に耳を傾け、うん、自分の体的なまた情動的な、うん、心理的な健康を気にかけたがりますと、うん、自分の周りで起こる喧嘩によく気づきます、うん、それに抵抗したりこれが避けられないと分かれば、うん、積極的に参戦することも簡単にできます、うん、しかしそこに自分の快適さと健康より優先する意味はないと思っている、うん、なんか、はい、体調じゃんって思いながら、ね、はいはいはい、見てましたけどね、うん、よくこのエニアグラムのタイプ9っていうのは、うん、まあ、怒り一番抱えているが、うん、またそこから最も遠いと言われている、うんうん、もう蓋をしてしまっていて、うん、それがあまりにも頑丈なために、うん、怒っていることすらなんか気づかないみたいな、うん、怒りをもう一生懸命忘れようとしてる、はい、うん、っていうタイプだって言われるんですけど、うん、なんか今これを読みながら思いましたし、うん、エニアグラムのある本では、うん、INFP が、うん、このエニアグラムのタイプ9が一番なんか強いみたいなのが書いてあるところもあるんですけど、うんうんうん、感じました、はい、めまいさんすいません、勝手に僕の気持ちを乗せてしまって、はい、出ちゃうんですよねなんかね、うんうん、で、まあ、このまま8番目が証明する機能、うん、なんで8番目と言いつつ、はい、色が濃いです、うんうん、8番目の機能は主導する機能と同じくらい強く発達しているが、うん、同時に最も無意識の深いところに沈んだ無自覚な機能ですと、うんうん、なので激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することができないかもしれませんと、うん、されていて、この SEI にとっての8番目は内向感情、たとえはっきり表現できなかったとしても、うん、2人の関係性の中に生じている相互作用をすぐに理解できますと、うん、しかし集団の中でいろんな人と広く交流することに比べれば、うん、2人の関係性がどうかということは重要ではないし面白くもないものとみなしがちですと、うん、さらに人間関係は性的なものよりは状況に応じて変化する動的なものだ、うん、ものであると感じていますと、うん、いう紹介がされています。はい、なるほど、うん、体調ね、うん、SEI ですよごめんなさい、なんか僕のどうしてもなんか決めたがりが前回もそんなこと言ってました、私そんなじゃなかったでしたっけ、
なるほど。その動画で言ってたかどうか分かんないですけど、はい、説明読んでていますねってこっちじゃないですかって申し訳ございません、はい、そういうやつなんですよ、はいはい、パッと見たら普通の人でも心を開くと個性的でユニークな人なんですね、うん、SEI、うんうん、そのようですと。あ、この TI さん、 TI さん、はじめまして、こんにちは、 は、うん、ISFP SEI のタイプ Q です。同じじゃないですか。あ、とりあえずかもしれないかもしれない、はい、